どうもこんにちは、ココパンのキッチンです。今日なんですけれども、今日は月始めということで、コストコの紹介をしていこうと思います。8月におすすめするコストコの商品と、あと今月はダイエット月間でございますので、ダイエットしてる方にもすごくおすすめのものを買ってきました。この間前回7月に買った分とはまた全然違うようなものも買ってきたりとかもしたので、ちょっとしっかりとお伝えしていこうと思います。でも前回みたいに何て言うんでしょう、家電系はないですね。前はドリンクメイトとか買ったんですけど、そういうのは一切なくって、もうほぼほぼ食品です。ただお菓子とかは買ってません。ちょっとグッと我慢してね、ブラウニーとか買いたかったんですけど、グッと我慢しましたので、ちょっと今回はヘルシーなものだったりとか、ちょっとそういったところを買ってきましたのでご紹介させていただきます。それじゃあ早速商品をここに並べますね。せーの、はい、こんな感じでございます。前回がちょっとね5万円超えであまりにも買いすぎたので、今回はねできれば1万円から2万円の間に抑えようと思ったんですけど、ちょっと弾み出ちゃいましたね。でもすごくいい感じの商品になってますので、一つずつまたご紹介していきます。はい、それでは順番に紹介していきます。まずはじめがこちら、グラッドプレス&シールっていうものなんですけれども、ラップの代わりになるようなものなんですが、ラップよりも何て言うんですかね、こうピタッと本当にくっつくので、この風にドリンクとかの蓋とかにしてもこぼれないようなものになってます。これね、ちょっと私切るのがすごい難しいというか、ちょっと切りにくかったりとかしてあんまり好きじゃなかったんですけど、ちょっとこれ一回もう一回ねちょっと試してみて、すごく物はいいので切り方さえマスターしたら最高の一品かなと思います。3つで1648円です。で続きまして、次がこのオイコスの、ヨーグルトですね。ストロベリーのものを買いました。タンパク質もすごくしっかりと含まれていて、あと脂肪がゼロなのと92キロカロリーと結構ね低カロリーなので、これすごくおすすめです。美味しいっていうので有名ですよね。でこのストロベリーの味が1048円なんですけれども、12個入っております。1個100円以下なのですごいお得。はい、で続きまして、これが有機育ちっていう有機のオーガニック納豆でございます。有機納豆が338円なんですけど、9個入って338円なのでめちゃくちゃお得です。これすごいおすすめ。で続きまして、次にこのサバ缶なんですけど、水煮缶を買ってみました。このサバ缶が899円なんですけれども、4つで、私サバ缶って実は買うの初めてだったんですけど、なんかダイエットにもすごくおすすめっていうことを聞いたので、ちょっとこれで実際にお料理とかもしてみようと思います。これはめちゃくちゃ楽しみです。で続きまして、こちらが吉田グルメのタレの麹バージョンです。吉田麹グルメのタレというものです。麹とかってね結構お肉を柔らかくする効果があったりとかするみたいなんですけど、ちょっとこれで実際に、つけてみてどんな味になるのかちょっと試してみようと思って買ってみました。めっちゃ楽しみ。ちなみに前回もお伝えしましたが、吉田グルメのタレはなんと合成保存料、化学調味料不使用でございます。素晴らしい。お値段が698円だったんですけど、なんかね割引されてて548円でゲットできました。めっちゃラッキー。続きましてこちらですね、からしメンタのバラ粉でございます。これうち実は食べないんですけど、1498円です。なんかパスタにしたりとかね、トーストにしても美味しいみたいですね。へえ、ちょっと気になってきた。美味しそうですね。はい、続きましてこちら、これがですね、アメリカ牛なんですけれども、ミスジステーキでございます。ミスジステーキ、前回肩ロースステーキを買ったんですけれども、ちょっと同じものもどうかなと思ったので、ちょっとミスジのステーキを買ってみました。これだけ入ってね、お値段が3514円なのでめっちゃお得です。美味しいかどうかはまた後日お楽しみに。ちなみにステーキだけじゃなくて、こういう焼肉用も売ってるのでめちゃくちゃおすすめでございます。はい、では次にこちら、これがですね、塩銀鮭切り身甘口でございます。1,2,3,4,5,6,7,8,9、 一応9切り身っていうんですかね9つ入っていて、お値段が2238円でございます。なんか最後の方はね、ちょっと後ろの方はなんかちょっと
頭みたいな感じなのかなになってるんですけれども、美味しいみたいなのでおすすめでございます。はい、続きましてこちらが桜鶏の皮なし胸肉でございます。皮なしの胸肉、こちらが一つの袋に2枚入ってるので 1,2,3 合計8枚入ってるのかな、と思うんですけれども、合計で 2.4 キロあります。 2.4 キロ入って1788円でございます。もうダイエットをしているのでもう胸肉最強なんですけれども、胸肉って結構パサパサしてるイメージがあると思うんですが、これね、ほんとね、もも肉とほんとそんなに変わらないぐらい柔らかくってめちゃくちゃ美味しいんですね。で、胸肉を買うときはもうコストコか万代と私は決めております。万代の胸肉もめちゃくちゃ美味しいです。で、このね、桜鶏何がいいかって言いますと、桜鶏はね、一般の鶏肉と比較してもビタミン E の含有量がなんか3倍以上あるみたいなので、すごくおすすめ、美味しいですよ。はい、では続きまして卵でございます。卵が20個入ってるんですけれども、お値段なんと衝撃の280円でございます。めっちゃ安い。1パック140円ぐらいになるんですけれども、一応のビタミン E が豊富な卵だったんですが、これめちゃくちゃお買い得だったので思わず買っちゃいました。ちなみにコストコで卵を買うのは初めてでございます。はい、では続きましてはこちら、これがトルタサンドイッチロールというものなんですけれども、12個入ってて498円でございます。これ実はこう切り込みが入ってて、こうパカって開けると中にね、具材とかを入れてサンドイッチとかハンバーガー状になるので、ちょっと試しに買ってみました。で、これを何に使うのかと言いますと、次の商品でございます。ババン、こちら冷凍のハンバーガーパテでございます。これね、豚肉なんですけれども、なんかね、すごい美味しいみたいです。本当かどうかわかんないんですけど、で、このどこ行った、このパンに何、レタスとかチーズとかトマトとかを挟んで、これも一緒に挟んで、ちょっとね、ハンバーガーにしようと思うんですけれども、ちょっとケンちゃんのね、ご実家にお邪魔する機会があるので、そこの時にちょっとこれを持って行って、みんなで一緒にハンバーガーパーティーしようと思います。楽しみ。ちなみにこちらが1558円でございます。何枚入ってるのかな、 1.13 キロ入ってるっていうことなんですけど、28から30パテらしいです。これはまた後日ちゃんとレビューしますので、お楽しみにしておいてください。はい、続きましてこちら、これがね、ブーケレタスってものなんですけれども、ベータカロテンっていうのが普通のレタスよりも5倍以上入ってるみたいなんですね。これね、合計で4つセットになってます。で、4つでお値段がなんとね、598円なんですよ。めっちゃ安いですよね。今レタス1個で198円とか200円近くすると思うんですけど、これ4つで598円なので、めちゃくちゃお得でございます。すごいおすすめ。ビタミン E もしっかり含まれてるみたいです。はい、続きましてこちらが国産のキュウリでございます。で、このね、キュウリなんですけれども、このキュウリが何本？2,4,6,8 本入って399円なんですよ。めちゃくちゃ安いですよね。で、今ちょっとダイエット期間中なので、これからちょっとね、野菜スティックとかもポリ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 食べていこうと思うんですけれども、このキュウリもね、すごいやっぱりね、ダイエットにはおすすめの食材でございますので、ちょっと大量に買ってしまいました。これもすごいおすすめです。めっちゃ安い。はい、続きましてこちらネギでございます。めっちゃ入ってるんですよ、ネギめっちゃネギなんですけど、この白ネギが1キロで568円でした。これもめっちゃ安いです。各家庭で例えばこう分け分けしてもいいと思うんですけれども、ちょっと今回ダイエットの時ってね、おネギやっぱりすごいいいんですよ。体をポカポカ温めてくれる作用がありますので、ちょっとこのネギを使って生姜スープとか作ってみたりとか、おネギはね、積極的に取っていこうと思いますので、ちょっと大量買いをしておきました。これも楽しみです。はい、では続きましてこちらね、昆布茶でございます。昆布茶ってなんか一時期流行りましたよね。なんか結構海外セレブとかも飲んでたっていうので流行ったんですけれども、昆布茶ちょっと見たことなかったので、ちょっと試しに買ってみました。ちょっと興味本位で買っちゃった商品でございます。で、これが2つ入って1398円なんですけれども、もともと昆布茶ってあれなんですね、紅茶と砂糖と酵母で作っているみたいでございます。で、これね、ハーブを配合してるみたいで、こっちがジンジャーシナモン味で、こっちがラベンダーカモミール味です。どんな味かな、これもちょっとまた後ほど飲んでちょっとご紹介していきます。はい、では続きましてこちら、
これが有機のアガベシロップでございます。アガベね買っちゃいましたよ。アガベこれね、だいたい1本で1000円ぐらいするみたいなんですけれども、なんと2本合わせて1899円でございました。すごいお得っていうことで、アガベはいいよって言われたので、ちょっと初めて買ってみました。お砂糖の代わりとかにね、これを使ったりとかするといいみたいなので、まあダイエットにはもってこいということなので、しっかりとこのアガベを使ってお料理をしていこうと思います。はい、では続きましてこちらがアタックの大容量サイズのものですね。2つ合わせて2118円でございました。2118円。ただね、私たちのその住んでるところにコスモスっていうディスカウントドラッグストアがあるんですよ。そのコスモスは1個ね、900円ちょっとでね、実は売ってたので、そっちの方が安かったかもしれないっていう商品でございます。まあ2つ入ってこのお値段なので、全然お安いのはお安いんですけど、もうちょっと安いところがもしかしたら探したらあるかなと思う商品でございました。でも本当にすぐなくなっちゃうので、結構ねこれまとめて買えてよかったです。はい、では続きまして、これがペーパータオルなんですけれども、お水とかねこう絞ったりとかして台拭きにもなったりとか、吸収率もすごくいいみたいなので、ちょっと試しに買ってみました。1個ずつ購入することができるんですけれども、1つで220円でございます。ただこの1つ入りのやつは3つまでかな、家族カードも合わせて2枚あったとしても、このコストコの一家族のこのカード1枚で3つまでっていう感じになります。で、他にもねこういうペーパータオルとか持ってるんですが、どの種類か1つだけっていう風に今制限かかってますので、買いに行かれる際もご注意ください。例えば1つのカードで家族と2人で行っても買えるのはこれ3つまでとなります。どうしてもやっぱりちょっと味が気になっちゃったので、この回でちょっと飲んでみてもいいですか。もうね我慢できない、早く飲みたいですすいません。よいしょ、楽しみだな。振らなくていいのかな。あ、よく振ってからお飲みくださいっていうことなので、最初に振ります。楽しみ。こっちがジンジャー&シナモン、ちょっとだけにしときますね。こっちがラベンダー&カモミール、ラベンダー&カモミールの方がちょっと色が濃いですね。匂いはすごいいいです、ハーブの香り。ちょっとじゃあまずこっちからいただきますね。おー、これ何の味っていうんですかね、美味しいもともと私昆布茶って飲んだことがないので、元の味がどんな感じかわからないんですけど、こっちはね結構ジンジャーの味とシナモンの香りがすごいしっかりとついてて、めっちゃ美味しい。美味しい。これ入ってるのが発酵紅茶って言って、まあ、お砂糖と紅茶が混じったものに、リンゴ酢とシナモンとジンジャーとオレンジピールとクローブが入ってるみたいですね。すごいなんか体に良さそうというか美味しいです。だね、運動とかした後に飲みたい。結構さっぱりしてて美味しい。うん、いい感じです。こっちもじゃあ飲んでみますね。いただきます。あーあー美味しい。こっちはなんだっけ、ラベンダーとカモミールか。うんうん、ラベンダーの味が結構薄めなんですけど、カモミールの味が入ってて美味しいです。これちょっとおすすめかもしれない。昆布茶は飲んだことないからどんな味か知らないんですけど、ダイエットしてる方とかね、これ甘くないです。ちなみに全然甘くなくって、お酢の感じもあるし、紅茶の風味もあるし、ハーブの香りもあるし、なんかねいろいろ合わさってめっちゃ美味しい。これでもすごいな、私もしかしたらこれリピートするかもしれないです。すごいおすすめでございました。はい、それでは本日は一旦今日はこの紹介でストップですね。で明日なんですけれども、今からこの買った桜鶏の分と鮭に関しましては味付けをして冷凍用にちょっとしていこうと思います。保管していこうと思いますので、ちょっとどうやってそういう風な味付けをするのかとか、どんな風な保管をするかっていうところもちゃんと動画に残そうと思いますので、よかったらご覧ください。それでは本日は以上になります。また明日お会いしましょう。またね。